はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は SG 高校てか今回もですけども、SG 高校の限定ルートで、来ております。でまた、ホムラちゃんと、サキちゃん、そうこいつねセンス罰なんですよまあでもちょっとねアイテムをやっぱり持ち込んでるんで、まあこのままやっていきます。で、イベントデッキはホムラちゃんとサキちゃんで、前回との変更点は、草野の代わりに田中山くんを入れてます。まあ金徳は確定ではないんですけれども、守備職人のコツを安定させると。で宇戸くんの代わりに、鎌狩りを入れてます。でこれは、前回ちょっとね技術ポイントがやっぱり足りなかったので、技術寄りにしようかなと思って鎌狩りを入れてます。で、鎌狩りの一級入魂は、サキちゃんの告白イベントで初級骨、まあ、レベル1ではあるんですけども、まあ、取れるので相性はいいかなと。で、まあ、SG 限定ルートなんで、特攻キャラの登場を入れて、登場のアーティストは今回も切りますという感じですね。前さんの後4、あ、これ、前さんの後3ですね。ただね、あの前指がめちゃくちゃ軽いです。だこの編成だったこの2人入れるんだったら、前4とかでもね、もしかしたらイベント数考えるとありなんじゃないかなってちょっと思ってます。まあ、自分のデッキだと多分前4とかっていう編成はできないかな、持ってる中では。小村ちゃんが、2回で終わって、サキちゃんも告白合わせても2回で終わるので、まあ前4っていうのもありかもしれないですねでセンス罰ですけどもやっていきましょう。コツが来てますね。これはどうしようかな。サキちゃんの評価も上げたいけどやっぱりコツだな。田中山くん、まずは守備職人をいただきたい。一緒に練習、まあ、最初の方だからそれでもいいかな。まあ、いきなりねメンタルっていうのもちょっともったいないといえばもったいないんで。で、あとサキちゃんですね、やっぱりクリスマスまでには間に合わせたいので評価を上げていきましょう。でこう言って喋ってようやくこの友達スタンプを思い出すっていう普通にやってたら多分忘れるな。基本的にはまずサキちゃんの評価を上げていきましょう。まあコツを取るかサキちゃんを取るかはまあ状況次第ですね。コツが来ているので、まあ、これは登場 6% いきましょう。まあ、1桁の時はね、まあ、危険は危険なんだけど、まあ、やっちゃってもいいかなとは個人的には思ってます。まあ、怪我する時はやっぱり怪我しますけどね。で 10% のね2桁になってくると、まあ、よっぽどじゃない限りは基本はやんないですね。で気分屋掴んで、でヘッスラとムード丸ですよね潰しておかないといけないのは。あー早っ登場早っ。もうこれはもうさすがに無理なんで、メンタルに誰もいないんで、休みましょう。おお田中山くん、そういや体力回復してくれるんだよね。で、1回目なのでこれはまた例によってサクッといきましょう。編成の方は、まあ、一応ここら辺である程度固めておくか。ホムラちゃん入れて、ガードは登場かな。でバウンサーも入れておくか。よしこれでいこう。そう前回ね、まあ今回っていうかレンジャーがホムラちゃんだけなんでホムラちゃんレンジャーが超弱かったんですよね、これはまあ登場だね。普通に登場はね今回レベル37でお借りをしてるので、友達スタンプを使ってかつ初期評価も高い状態なんでめちゃくちゃ早いですね、タッグが来るのが。そしてめっちゃタッグが来てるけど、てか新島咲ちゃんこれどうすっかな。鎌狩りもこっちだしな。うーん取ってこう。
これでまたさきちゃん間に合わない可能性があるな。もう9月の3週か。ちょっとさきちゃん追ってきますか。てか東條何者だお前。こういう時に限ってさきちゃんがいない。いないので田中山くん練習多いな。練習9月の4週、二手に分かれよう。待つでやんす。コツ、これもいい練習だけどな。ちょっとさきちゃん狙いでいこう。やっぱりさきちゃんにねコツが発生してくれればめちゃくちゃいいんだけど、東條もいいところできましたね。いやこれは本当にいいイベントだよ。ここもいいな。あーでもなこれすげー今回悩むね。めちゃくちゃ悩むね。めちゃくちゃ悩むけど、これもちょっとさきちゃんを優先させるっていう感じでいきましょう。もう10月になっちゃったんでね。ここで体力が削られるのか。さきちゃんねコツが来てないからちょっと上がりが悪いかな。1回でもねコツ来てくれれば一緒に評価も上がっていくんでねいいんですけど。お、猫神くん、どうしようかな。これにしよう。技術ポイント、そっか、これ調子極端になるんだっけ。東條のやつで調子戻るかな。すっかり忘れてた。東條のイベントを切って調子極端がなくなるかどうか、まあ、多分なくなるんだろうね。調子安定になるから。23% はちょっと無理だよな、さすがに。ミッション、文化祭がないね。なんだかんだで11月に入ってしまった。お願いします。ちょこれもすごいよね。あのイベントもどうなってんのっていう。コツくれ。よし、パワヒト降格はちょっとコツ5で取りましょう。これで練習レベルが下がってやる気も下がって、さきちゃんまだか。田中山くんもな欲しいけどな。11月の2週さきちゃんはねこう評価を上げるのがちょっと大変なんですよね。筋力とかだか。こんな時に来てんな。潰すものは別にないよね、さきちゃんの場合は。練習か。練習多いな。グラウンドは生き物だって。おー、ナイス登場。そりゃこんなイベントあったね。限定ルートだっていうことすっかり忘れてた。ホムラちゃんの1回目ですね。まあ、今回はウドくんを連れてきてないので体当たりを取ったとしても重戦車系は別に変わらないんで。これも無理だな。すげえいい練習だけど。ミッション見よう。特にないね。意外性のコツが1であるね。意外性のコツって1で取ったらどれくらいなんだ。全員の役割レベルプラス1。ちょっとユニット編成で東條っていいね。よし、じゃあこれで。っていうかさ、俺バウンサーになってるし。よし、意外性のコツを取っていこう。
あれこいつなんだっけ北摂高校で出てくるやつだっけ。北摂高校とかほとんどやったことないですからね、まあ、サクスペではないんですけど、そもそも。あー、田中山1回目来たな。ってことは守備を上げていくか。おー、告白来た、間に合った、ありがとうございます。俺が恋人になるよ。いや、こんな簡単に恋人になれるなら苦労はしないよ、まったく。初球をいただきました。で、ちょっと先に意外性のコツ、体当たり別に取っちゃっていいよね。取っとこう。意外性1だとこれくらいか、どうしようかな。ちょっとホムラちゃんとサキちゃんのコツが来てから考えよう。で、ミッションは、主人公の役割変更だけどまだちょっと早いので、1回デートをしますか。1回デートして練習して12月の4週を迎えられるかな。1回目はちょっと回復量が少ないんだけど、2週目3週目を練習する感じですからね。てか、さきちゃんのクリスマスデートってどれくらい回復するんだっけ。あんまり把握してないな。これはこれはもう切っちゃいましょう、やめておくと。よし、安定よかったよかった。やっぱり穂村ちゃんのなあれが少ないよな。どうしよう、主人公43レベルだけど、さきちゃんもな、さすがに追っかけただけあってレベルは高いよなこれでいくか。主人公が一人で大丈夫だよね、全然大丈夫だ。2人来た時に突破できるかどうかだな。小村ちゃんもちょっと追う。あ、全然東条一人で大丈夫だったわ。こうでこうでこう。いぬいぬいぬ。そういや、これ特攻キャラっていつもさ東条しか入れたことないんだけど、2人とか入れるとどのくらい難易度変わるんだろう。神宮寺をね持ってるからね、レベル上げてないけど。でもな、そのためだけにね神宮寺のレベルを上げるっていうのもな、どうかな。まあ、神宮寺自体は悪くないキャラではあるんですけど、どうだろうな。ここのタイミングで登場が来た、1回練習してっていう感じだもんな。で、タッグ猫髪の評価も一緒に上がるか。よし、これ行こう。まあ、さきちゃんはやっぱりちょっとタックの練習のポイントが少ないよな。あ、そうだそうだそうだ、田中山くん1回目来てるからあげないといけないんだ、忘れてたすぐ忘れるからな俺こういうイベントを挟むとね、もうそこでね思考が途切れちゃうんですよね思考って言っても別にそんな考えてるわけじゃないんで、もうその場その場の行き当たりばったりっていう。ってことは意外性の分をどうするかだな。とりあえず守備力を上げられるだけ上げていこう。 B、A だな、安全に A まで上げて。そうか、センス×だったな、そういえば。あれ、センス×じゃなかったっけ。そうだよね、センス×だよねそれも忘れてたな。田中山くん、守備職人をいただきたい。ありがとうございます。
で、まあ一応金加山くんのイベントを完走するまでは守備職人は置いておきましょう。野球が上手くなりたい。大吉、まあ、大吉は大吉でいいんだけど、さっきのなセンス丸っていうのがすげえ引っかかるんだよね、やっぱり。小村ちゃんと鎌倉まだ全然だな。おお、上げといてよかった、頼むよ。よし、ありがとうございます。問題点を洗い出すと、あとね、 SG はねミッションでコツが来る可能性があるんで、そこもね見ておいて、帳尻合わせは別に今回いらないんで、東条猫神くんも評価はまだ足りてない、小村ちゃんも足りてないと。この編成はそうか、ちょっと初期評価が低めなのか。でパワーヒも5まで掴んだんで、猫神の金徳ですね。観察しましょう。てか一人でさ、なんとかしようとかって言わないっすよね別に。これはさすがに無理だから、ミッションはなんだっけ、帳尻合わせだっけ、そうだよね。お出かけしてデートしましょう。ホラーハウスか。なるほどね、やっぱりホラーハウスでは男が引っ張っていくのがいいのか。2回目のイベントですね。気のせいかダッシュだなんてさ一人で言ってたら完全に怪しいやつだよね。帰ろう。ここで神宮寺くんがいると、あれだっけ、あれ違ったっけ、日が落ちるのを待って練習する、これなんだっけ、忘れちゃったやる気が下がったな。まあしょうがない。これはどうしようかな。悩むね。スカウト評価もね上げておきたいんだよね。筋力、登場から筋力をもらうか、筋力をもらっとこう。今回は筋力キャラが1人なんで、そこそこか。そうか、この筋徳がどれくらいによってちょっと意外性を取るか取らないか考えよう。まあ一応これで意外性そうだ掴めるんだ、これはいいな。これでもう取っちゃおう。どこだ、意外性は2でいいね、全然いいね。で大盤クラス取って、で守備職人はなんとなく置いておくか、まだ来るかもしれないからね。東条よく来るな。あーダブルタック、ダブルタックでもこれか。いやーそう考えるとやっぱね東条はすげえな。ガードレベルを上げていこう。いやー今ピックアップでね東条が来てるんですよね。東条と上高と立川が欲しい神宮寺は持ってるんで、ただ SR がね確定じゃないんでね。こんなに回復すんの55も回復するんだ。守備を取るかコツを取るかって言われたらそりゃコツだよね。意外性は取ってあるんで、あとはインコースだな。
練習。田中山くんの存在感ってマジどうなの？すごいよね、存在感ないってさ、どういう状態なの？護衛、まあこれいいかな。小村ちゃんだよな。あとレベルがやっぱり低いよね、26って。さきちゃんで突破は余裕だな。バウンサー2って初めてだな。タカの対処とかどうなの？2人出しちったよ。当時をちょっと送り出そう。金買い取りに。これ2枚出しして、こう当時に任せて、まあ1人だったら全然余裕だしね。で、クマを1体ずつ。金塊を取りつつ、クマを倒すと。小村ちゃんさ動いてなくね。そもそもあれ、これって犬来ないんだっけ。そう、何気にね、ミッション、定期ミッションが終わるとやる気が回復するっていうのもね、いいよね。これやりたいな。 7%、 そのためには、まずはちょっとここへん取っとこう。パファヒさ、コツ5でも41使うんだ。センスバツって相当きついな。ヘッスラ取って、ムード丸を取ると。さあ練習しよう。これで怪我したら元も子もないからな。てかホームランちゃん、まだあれか、強化足んねえか。これはどうすりゃいいんだ。棒振りましょう。やべえ。体力が下がった。お、小村ちゃん終わった。チャンスコツ、まあ、打撃重視だったらね、滝本を入れてもいいんですよね。体当たりのコツとチャンスのコツがもらえるんで。ただ滝本のコツが先に来ると体当たりどうしようかなっていうね、ところにもなるんですよね。で滝本はコツが多いんで、体当たり来るなって思うと大体体当たりが来るっていう。そういうパターンですよね。でチャンスはね、やっぱりちょっとね、2で取るっていうのがきついんですよね。できれば5まで持ってきたい。これは2週連続デートになるかな。コツ、メンタルじゃない。猫髪、まあいっか。猫髪はミッションを見よう。特にコツが来ているわけでもないし、いいものが来ているわけでもないし、ここはデートをしましょう。てかセンスバツって治んないのかね。何のパワープロだったかな、センスバツがね、どっかのタイミングで 100% 治ってセンスバツで始めるっていうシリーズがありましたよね。まあ、昔はね、アイテムとかなかったんで、センス丸が来るまで待つか、その作品だったらセンス×が来るまで待つか。で、もちろんセンス×が来たら、そのまま能力は上げないと。これは鎌狩咲ちゃんだったら、咲ちゃんだな。おい、練習が多いな。コツをくれ、コツを。これはどうしようかな、今回。守備連、打撃連、打撃連でいこう。望むところだ。ありがとうございます。めちゃくちゃ入った、やった。走塁、小村ちゃんレベルを上げたいよね、やっぱり。ミッション、これどうせあれでしょ、主人公の役割が変わる。違う、技術ポイント60か。まあ美味しいっちゃ美味しいけど、美味しいけど、レベル上げていこう、みんなの。ようやくタックが組めたか。
おい。ここら辺のね、バッドイベントがね、すげえ嫌なんですよね。これはさすがにまあ無理だから、デートして、やる気が上がってくれるのかどうかですよね。まあ、基本結構やる気って絶好調のことが多いじゃないですか。だからね、やる気が上がるデートなのかどうかっていうのがね、あんまり把握してないんですよね。せっちゃんはね、結構やる気上げてくれるんですよね。普通に考えたらさ、こんなデートしたら絶対やる気上がるでしょ。絶好調になるよ。おお、絶好調になった。で、内閣室だ。掴んだけど、だよな。インコースのコツが来てないんだよな。これ誰？おー、さきちゃん、頼むよ。インコース。お願いします。チャンスねーかー。理事長の声か。ちょっとレベルを確認していきましょう。っていうか、まあ、東条でいいと思うんだけどね、普通に。うん。小村ちゃんのレベルが32か。ま、これだったら大丈夫かな。っていうか、俺、ずっとバウンサーだな、これ。あー、突破できない。あれ、これは突破できるんだっけ？あ、突破できるね。ちょっと悩むな、これ。この編成だと、こうでいいかな。東条は普通にいけるよね、2人だったら。罠があるから。で、こんな感じか。で、罠どうすっかな。東条で、いけるかな。あ、いけるね。よしよしよし。で、東条派遣して。さきちゃんじゃ無理だな、絶対。主人公入れて。ちょっと待って。このピエロくんは弾いておこう。金塊を取りに行ったけど。よし、OK。で、最後は特になしか。スペシャルな技能、そうか。能力が上がるやつはマジ絶対無理なんで、やんないし、手を出さない。プルヒッターはいらないね、さすがに。プルヒッターはいらんわ。特に練習ないからな。ホムラちゃんのレベルも上げつつ、ちょっとな、デートが早めに終わったから休むか。だいぶ減ったしね。一級入魂掴んで、登場か。86% とかさすがに無理だからね。一回寝ましょう。鎌狩り。田中山、咲ちゃん。これはちょっとどうしようかな。守備職は取っておくか。で、こっちに行きましょう。どっちがくれんのこれ。田中山くんか。よし。あ、守備職人は取っておいてよかったかな。休むはね、あんまり使いたくないといえば使いたくないんだけど。内閣室だ。コツなしだとこれか。まあ、そこまで重くはないけどな。いかんせんセンス罰だからね。で、バントも取って、初級とかな、なんかで来ないかね。ミッション。レーザービームはいらない。ゴーストバスターか。理事長の古文書。これなんだっけ？小村ちゃんいるんだっけな？ちょっと忘れちゃったな。この編成でいいかな？体力ないしな。やることないしな。やるか、これで。このメンツでいきましょう。
まあ最悪カラスを使うか。果たし状で取っときたいんだけどね。あ、来るね、余裕で来るね。これ主人公でいける？やばい、え、罠多すぎだろ。どんだけ罠来るんだよ。え、これ主人公でどうだ。東条も派遣した方が良さそうだな。作者も出すか。これどうだっけ、いけんだっけ。あ、いけるね、いけるね。取りに行こう。これはどうだ、下がきつい。下がきついね。3枚出すか。で1枚出して罠引っ掛けて、しまったしまったしまった。これは無理か。よー、大丈夫だ。上きつすぎだろこれ。どうなってんのこれは。ちょっと待て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 、マジで待て。使ってしまったカラスを。最後のラッシュをカラスで終えたか。これ果たし状は無理だな。俺果たし状ね、カラスないと無理なんで。まあとりあえず金徳も取ったんで、よしとしましょう。おお、カマカリくんありがとうございます。これいいよね、ほんとカマカリのね、これはすごい優秀だと思います。でここで体力が回復したんで 11% か。どうすっかな、やるか。で次はさすがに寝るか。悩んだ。矢部くんがいなくなった。いや、めっちゃ体力なくなったな。コツを見て、まあ、メンタルじゃないから無理。寝よう。おい、マジかよ。とりあえず小さな方にしとこう。おお、下がんなかっただけマシだな。またこれ 13% とか微妙なところで来るね。てか能力上げとこう。センス×ってかなりきついな。D くらいで揃えとく。いや、精神が全然足りねえ。やっぱり技術がだいぶ足りてないね。ゴーストバスターか。ゴーストバスターこれきついな。ちょっとスルーしよう。寝よう。ホムラちゃんのレベルにかなり不安があるからな。でまた何かミッションが来てるけど、インコース、用心警護6はね結構難しいんだよね。とりあえず練習をしよう。どっちだ、これはこっちだな。用心警護6か。6-7あたりになるとね、最悪本当にカラスを使わざるを得ない時があるんで、特にいい練習があるわけじゃないので、これはいきましょう。用心警護6、技術が60入ってインコースが入ると、バランスのいいメンバーで挑もう。これでいきましょう。よし、いくぜ。入れといてよかった。これよし、大丈夫だよね。あれ弾かれるとすげえショックだからな。これ主人公で2人までだったら大丈夫かっていうのを確認しようと思ったけど、無理だったか。無理か。ああ、来た来た来た。ん、何か弾かれたな。で2人出しとけばとりあえずあのクマは大丈夫だな。で救助を1人で突破ができる。これ2人入れないと無理。
でこれも下に入れといて、でここは確実に対処するでしょ。でクマはもう1体ずつやれば大丈夫なんで、ほいほいと、でこいつ押し出しといて、よし OK、 全然余裕だったね。6は余裕か。よし OKOKOK、 ここでインコース取れたのマジでかい。あれまたびっくりマークがついてるよあこれか、これはね絶対やらない、もう無理なんで。野球書シリーズとかさ、リスクが高すぎるからね。まあ普通に練習して、これでも技術足らないかっていうくらい足りてないっすよね。で筋力は全然足りてるんで、ここはねさすが東条といったところ。やる気が分かった、やったで田中山くん 3% 大丈夫でしょう。 OK、おお、ここでまあ練習が来てくれるのも全然いいっすね。猫髪とか総力系は別にコツもいらないんで、パワー C で敏捷、まあ、B にしておきますか。で肩は C にして、筋力どうせなら余っちゃうからね、使っとかないと。でパワーヒとか広角取ったよね、取ったでしょ。1球入魂、やっぱり1だと重いね、それなりに重いね。魔術師もまだ取ってないか、技術内角質だもん、取ってない、やばい、結構きついぞ、結構きつい。寝よう、忘れよう、寝て忘れよう、全てを試合で取っていこう。特にあげるものもないのでこのまま試合に行きましょう。鎌狩りを入れても入れ替えてもまだ技術ちょっと足りないか。あとはこの試合のところからどこまで持っていけるか。あれこいつなんかさ左じゃない投げ位置が。菅原くん、わあんまり落ちなかったな。スクリュー、ちょっと待って、もう1本ホームランは欲しいぞ。イワシくんに変わってんね。 OK、 ま、イヌキもねピッチャーとしては優秀ですからね。あとはスカウト評価か、スカウト評価も SG はね試合がないんで、コツ鎌狩り、これは鎌狩りだな、守備練をしつつ鎌狩りからコツをもらう。でもねアベレージヒッターとかはね無理なんだよね技術が足りなくて。あれミッションってなんだっけ、竜の卵か、やりたいね竜の卵。でもまあ今は練習があるんで、猫髪田中山どうする。技術が欲しいね、技術が。やっぱり猫髪のコツは別にいらないんだよな。これは技術を取りに行きましょう。いやー、やっぱりね田中山くんもそうだけど、やる気効果アップっていうのはすげー強いと思うんですよね。まあ一回そのやる気効果アップっていうのがどういう効果を発揮するのかっていうのを初心者解説動画で出してはあるんですけど、ミートが足りない、ミートが足りないけど金徳も取らないといけない。とりあえずこのまま置いておこう。そう、田中山くんを入れるとねどうしてもある程度の段階で守備力を A に上げないと、
金得取れない可能性があるんで。同点のチャンスを迎えました。しまった。ランナーアウトランナー打ちました。初球打ち、とりあえず1点取った。やばいやばいやばい。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。試合に勝てないとちょっと話にならないんで。この後に控えているのは東条。ショートから一塁。あの失投はちょっと同点で迎える5回です。持ってきたかったな。猫髪か。猫髪が出てるとめちゃくちゃ警戒するからね。二塁送球はどうだ。これは悠々セーフ。盗塁成功です。打ちました。いい当たり。ちょっと下だったか。叩くのは。さあ追加点のチャンスを迎えました。走るね猫髪。さすがに今日はここまで3打数1安打。高めのカーブギリギリに出てきたな。投げました。どうだ。よし、もう一回待ってこい。待ってこなかった。今さ、なんか黒い帽子かぶってた人とさ、黄色の帽子かぶってた人いたけどさ、 SG は黄色の帽子か。あれ黒い帽子って何？さあここはちょっとさすがにこれはできないんで、竜の卵いきましょう。カラスはないけど、編成はまあこれで。いやバウンサー2の編成って初めてだからね。本当にいつもガードを大量に入れてるんで、これは大丈夫。ブルドックも別に大丈夫でしょ。あ、東条出した。あーギリギリ大丈夫か。てか突破できるね東条でも。金塊金塊。さっきさんの取りに行こう。余裕がある。クマ2体もう1回出す。もう1回出す。これ東条に任せようと。いきなりダダダッと来ても困るからな。間違えた。普通に間違えた。でここでしょ。主人公ここにあって東条とサキちゃんで、あのクマちょっと少しほっとこう。主人公でポコポコ相手しとけば大丈夫でしょう。でそれに気をつけつつ、あー惜しかった。金塊取れなかった。まあ竜の卵はねもう最近慣れてきたんでできますね。よしこれも取れたのはなかなかでかいな。でいよいよ甲子園と。さあコツ 27% は練習しない。ここで休んでおいて甲子園中はずっと練習できるにしよう。まそのためにもまず試合を勝ち進む。マチェット、やっぱね C は欲しいね。いやきつい、本当にきつい。あと金得用にちょっと経験点取っとかないといけないけど、ここら辺にどうすっかね。悩んだら取っとくか。技術が足らん。技術がやっぱり恐怖の満塁男もそれなりに必要だしな。内角質だ。あインコース取っちゃった。まあいいか。もしかしたら練習でコツが来るかもしれなかったけど、どうだろうね。前の編成よりはこっちの方がいいのかな。田中山くんさえ金得取れれば。ネクストバッターサークルには東条。今ボール球だった。ないか。セキュリティガード。とりあえず1点取れたんで。セキュリティガード勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面で武部第2球投げました。よし、なんか久々にホームラン打った気がするな。セキュリティガード追加点のチャンスです。ランナー一塁三塁という場面で武部今日3打点を挙げています。おしっと多いね。鉄砲塚くんせいやる気がない。打った宇宙間へのフライ。わー取れた。まあいいや。セキュリティガードもう一本もう一本優番になってんな。まあいいや。誰が来ようと関係ない。来た球を打つのみ。
コツコツコツメンタルできちゃったよ。しかもサキちゃん来ちゃったよ。インコース置いといてもよかったね。まあでもここで筋力と技術をもらっておくか。2回戦目がね、何気に結構どこの高校が来ても辛いんですよね。どうする？旧入校重いからもう先に取っとこうか。臨床が結構余ってんな。よし、じゃあ初級からガンガン狙っていこう。まああとはね、エピローグ経験点が期待できるんで、で気迫ヘッダーは別に全然軽いんであんまり気にしなくていいかな。マジで。さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で武部、軽い球だしこいつ。ネクストバッターサークルに控えているのは東条。第2球投げました。危ない球だ。第3球これもボールだね。カウントは3ボール。肩越しにランナー見た、投げた。あーベストしてきた、マジか。そして完全にベストが効いたな。この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは武部、今日はショートライナーと。そう結構ね変化球投げてくるんで、ここの高校は投げた。これはバット、うわー無理か、やばい。ここで打っとかないとまずいぞ。これは入れてくるか、入れてこない。大番狂わせが発動してる。大番狂わせどうだ、参ったか。参ったかってなんだよ。いやー怖かった。勝負に強いね、勝負師って感じがするよ。ポイントあんまり高くなかったな。いやでもね、最後まで行くっていうことがやっぱり重要だからね。最後のことどうしようかな。いや猫髪だったら鎌狩りにしとくかな。スカウト評価低いな。技術も欲しいけどな。どうすっかね、悩むねこれは。流し打ちを取っておく。そうすると固めもちょっと取っておくか。いや技術足らんわ、そうするとマジで。技術の練習をしてくれればいいけど、アベレージヒッターがねまだ来てないからね。まあここはスカウト評価も上げつつ。ローボールヒッターなんていうのもあったね。あとはこいつからどれだけ打てるか。最近虹谷打ってねえな。久々に虹谷とか来るともう全然打てないからな。あとそっか、恐怖の満塁男か、これも取んないといけないのか。ローボールヒッター取っとこう。魔術師も取らないといけないのか。内角質でも取らないといけないのか。最後の経験点は全部これ金徳に当てないと無理だな。足りるか技術、マジでマジでここ打たないと足りないぞ。セキュリティガードの先制のチャンスです。ワンアウトランナー三塁という場面で武部、この後に控えているのは東条。サヨナラ投げてきたか。一球入魂が。第3球を投げた。あ、これもスライダーか。タイミング合いません。第4球を投げた。打ちたい。打ちました。これはでも最悪犠牲フライ。よし。おい4点。まあ別に負けてもいいけどさ、最後は。早い。150キロ。早い。第2球。しまった、ちょっと下だったな。アウト。セキュリティガード、ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で武部、今日はライトへの犠牲フライとショートゴロ。第2球投げた。これはよし、とりあえず1本スリラン取られてる。最後追いつこう。ランスか。ランス、カーブは無理。こいつやつか持ってんだ。投げました。あ、しまった。スクリュー。ストライク、アウトローへ。バッター追い込まれました。第3球を投げました。アウトコース決め、外れてボール。カウント1ボール2ストライク。これはストレートだけどボール。さあ今季は5球目。あー振り遅れた。やっぱりね、変化球かストレートかって考えちゃうと振り遅れるんだよね。
56。うん、まあしょうがない、負けた。これで何位かだな。2位だ。危ない危ない。少しでも点を稼がなくては。さあこれで経験点もらって、でホムラちゃんからも経験点もらって、いや足りるかこれまたこれ敏捷とかが余りそうだな。てかね、センス×だからねよくよく考えれば。5800、まあ、経験点的にはやっぱ6000近くまではいくけどやばい、技術が足りなそうこれ。軽いやつから取ってこう。気迫ヘッド、恐怖の満了とかせっかくだから取るでしょ。魔術師も取ったから取るでしょ。で内閣室は取るでしょ。そうすると技術がやっぱり足りねえな。敏捷が余ってるから総力を上げていくか。でもまあ一応コツ的なものは回収できてるのか。ちょっとチャンスコツはな、さすがに無理だけど、総力を上げられるだけ上げる。S にはできないね。臨床を使うやつも結局は技術がないから取れない。フルヒッターって臨床使うんだまあいらないけどさ。でバント職人も結局技術を使うでしょ。だ結局やっぱ技術なんだよね。何かが余るな。ゲッツー崩しても取ろうか。特にないから。ラッキーボーイとか。取ったことないな。本類生還ってめちゃくちゃ臨床使うんだね。せっかくだから、取ってみようか。補給が少ないな。あー、補給も D にはできないな、これ。またなんかちょっとバランスの悪い感じになっちゃったけど、怪我しに来たと。悪級打ちね。どうしようかな。せっかくだから取っとく。で、総力をちょいちょいちょいと取って、肩上げて、補給上げて、まあ、経験点的には、まあ、無駄にはならなかったっすね。あれ？ってか、なんで総力84。あ、そっか、上げたからだ。こんな感じか。一応、まあ、S3。の感じですね。これちょっとな普通にやりたかったな、普通にまあセンス×にしてはいいんじゃないですかね、というところですね。まあやっぱりね、全部がうまくいくっていうのはなかなかないですね、パワープロは。やっぱりどっかね、悪いところが出てきちゃうのが、しょうがないんですけれども、まあでも査定的には悪くないと思います。というところで、まあやっぱり小村ちゃんと咲ちゃん、かなり使いやすいですね。まあ、イベント数も少なく、感想もできるんで。まあ、また、そうですね。今度、東条とね、上高、立川狙いでガチャも引きたいんですけど、どうしようかなってちょっと悩んでます。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、またツイッターのフォローしていただければ幸いです。